ブルーマッカレルパッチドタビーの女の子ですね。迷路がとても綺麗です。すると前傾した小さなお耳がとても可愛い。メイクンは横顔を見るとわずかにストップがあるんです。鼻にすると耳の位置が高いです。アーモンド型の綺麗な目をしています。海賊船に乗って世界に広まったそうですよ。あ、この子はね、シルバーにパッチが入ってる。シルバーパッチドタビー&ホワイトですね。女の子、女の子ですよね。パッチが入ってタビー、女のはずです。トムとジェリーのモデルになった猫です。ネズミ捕りがとても上手で、船には絶対に欠かせなかった猫だそうです。なんていう猫ですか。はい、猫の種類は、あ、これメイクオン客、はい、メイクオン。手にされててオーナー様がしっかり手にされてるのが分かりますね。シルバーですね、シンデラシルバー。ゴールデンのそれよりちょっと口が小さいかな。これはロングヘアディビジョンの方になりますので、オーナー様は、ロングヘアの方に移行されてください。最近マンチカンもこういうロングヘアの子も結構増えてきたので、
いろいろ楽しめて面白い猫ちゃんですよね。今この話持ってはんのよ。お願いします。神さん、はい。5位はスパキッシュです。ティッシュと混ぜていただきます。お願いします。この子もブルーって少しだったんですけど、耳もきれいにボールのままして、ブリティッシュショートや、もう存在感があります。気品が漂ってる、もう欲しい。誰が女様なんでしょうか。ブリティッシュショートヘアの最も特徴なんですね、この奥山丸が。これが9ヶ月でこうなるなんて、めったになく。3歳になってこのぐらいになるのが、ね、この猫素晴らしいね。毛量もものすごいし、態度もいいし、これ将来ものすごい大物ですね。キャットショーっていうのはちょっと皆さんなかなか入りにくいかもしれないけど、どんどん遠慮なくね、大体のショーは無料ですから遠慮なく見に来てください。とっても楽しいところです。もう初めて来る人はもう興奮しちゃうんですね。そのぐらい楽しいですから、ぜひ見に来てください。でしょうか。おい、ね、キャットショーってこんな感じなんだっていう、多分初めて見た人の方が多いんじゃないかな。初めて見た。私はもう初めてでした。でもすごい楽しかったです。猫がいっぱいなのね、本当に綺麗な猫ちゃんが。そうなんだ。でなんかもっと緊張なんかしてんのかなと思ったら、うん、すごいみんな優しくって、猫抱っこしていいよとか、うん、優しいんだね。優しい。もっとピリピリしてんだと思ったの。キャットショーっていうぐらいだから、なんかもう見られるみたいな。触られるみたいな。でまたね、県民性もあるのかもしれないけど、うん、あの大阪のおっちゃんたちがすごい面白くて、個人的にはペットショップ の、 あの中村さんをはじめね、うん、審査員の方々も、うん、もう、え、何ワイワイテレビって何みたいな。こんなに食いつかれたことないっていう。ワイワイってみたいな。インターネットテレビって何みたいな。こんなに人気あるんだっていうね。面白い発見が。だって今回初めて名古屋以外を撮影したから、あ、そうなんだね。いろいろね、撮影に行った方がいいなと痛感しましたよ。猫好きな人に悪い人はいないんだね。猫好きね、そう、いいこと言った。言ったね。そう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 。で、あのキャットショーは見学も自由ですので、はい、ぜひ興味ある人は行ってみてください。こちらがアジア、あ、ACC の、アドレスですね。あの見学のマナーとかも。うん、あの書いてありますので、あ、それは大事だ。はい、ぜひこちら一回覗いてみてください。はい、はい、さてそろそろなんとあっという間に時間となってしまいました。あっという間だわ。という今回もね、チャットにいっぱい入ってくださって本当にすごい。今日は本当に、ね、今日は本当に多い、大繁盛です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次回のキャッチ特集では、うん、別の猫ちゃんに注目していきたいと思います。はい、別の、はい、鉄道猫ちゃんですね。はい、そして皆様からの投稿も、たっぷりご紹介しますので、はい、投稿お待ちしております。はい、はいはい、次回猫であるは5月9日、はい、日曜日5時から、はい、ということで、はい、次回も猫情報満載でお届けします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ではまた、ではまた、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。